母桃葉、皆さんこんにちは、桃葉です。はい、今日はねネタでもないし、なんかやるわけでもないし、帽子をかぶってる。そう、帽子をかぶってるんです。何をやるかって言いますと、語り動画です。イエーイ。まあ、前回の時ちょっとね愚痴みたいな感じの動画に向けて入っちゃったんですけど、まあ、今回は愚痴といえば愚痴なのかもしれないけど、でもなんかね、いや愚痴じゃないかもわかんないわ。なんか私は前、今でもねぽっちゃりしてるんだけど、前は結構なデブだったんですねっていう話をね結構してるって思うんですけど、一応こちらに昔の過去のアントニー記載せておきます。もう今慣れたでしょ、そろそろ。ジュのアントニー記、アントニーなぐらいな感じで受け流してくださいっていう時期があるんですけどね、この時期なんかいろいろと思い出すことがあって、うわ懐かしいなとか、なんとなくなんかね、なんでねこの話をしようかなと思ったっていうと、なんか何、いらなくなったものを捨てようと思って引き出しとかいろいろ整理してたら、過去の写真がたくさん出てきたわけ。アントニーの時代のまだ公開してない時とかたくさん出てきたの。もうどんどんドロ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 ってやってたら、もう思い出ポロポロって感じでね、どんどんね思い出してきて、あ懐かしいなみたいな。でそう考えると、その過去のデブだった時代と今って何が違うんだろうって、まあいろいろと考えてて、いろいろポロポロなんか今いろいろと出てきたから、なんかなんとなく話したいなって気持ちになったから、みんなにただ話すっていうだけの動画つまんないでしょうね。つまんないよね。なんかね、太ってる時代の時、自分がすごいぽっちゃりしてた、ぽっちゃりっていうかもうデブだった時代、あのアントニーの時代の時はすごく大きくなることは多かったかな、今思います。なんかすごい大きい、大きかった伝わらないかもしれないけど、あのアントニー家の方が多分今より身長 1、2センチ、もっと 1、2 センチとか 2、3センチぐらいだけど身長低かったんですよ。今155なんだけど、その時は多分152とか2、3だった気がするんですね。でその時代の時の方が、中学生が一番ピークで太ってたんだけど、その時の方がでかく見られてたんだよね、自分の身長以上に。で今はわりかし155あるけど、え、め、いや150は確かにちっちゃいよ、確かにちっちゃいけど、え、めっちゃ小さくないみたいな、え、そこまで、そこまで言うほどちっちゃいかっていうぐらいにすごい言われるんですよ。なんかすごい、ももってすごい小さい、小さい小柄なイメージがあるって言われるんですけど、今は多分でも画面で見てると大柄なイメージあるよね、もう肩幅巨大みたいな、肩幅無限大みたいなイメージあるよね。うちもそう思ってるから、それは大丈夫。でも中学の時はなんかすごい身長でかく見られてたんですね。その時はなんかがっつりしてると言いますか、ごっついがっつり、ごっついがっつりみたいな感じ。何、なんか今も変わんねえな。まあそんな感じだったんですね。で身長とかも、え、そんなちっちゃいの、え、絶対もっと大きいよって言われて、で身長測ると、あ確かにちっちゃいんだみたいな、でもちっちゃいイメージないみたいな、よく言われてたんですね。でその時は普通に嬉しかったんです。あーちっちゃいイメージないんだよ、いいみたいな思ってたんだけど、自分がダイエットしてみて分かったのが、あ体積ねって思って、体積の問題だったんだなと思って。人って痩せてくると細くなるのもそうだけど、ちっちゃくなるんですよ。身長がとかじゃなくて、その全体的なイメージ的なものが小さくなるんですね、肩とかそういうあたりが。だから、あ昔はなんかそんながっつり、えっていう、ガチだっていう風に見られてたんだなと思って、喜んでた自分がちょっとバカみたいで恥ずかしくなってきたわ今。ダイエットして痩せるとなんか小柄というか小さいというか、そういう感じに、まあ、とりあえず電車で幅は取らないかな。うん、電車で幅は取らなくなりました。だからそういうことがあるんだなって思った。その、大きく見られる理由、小さく見られる理由って、そこなのかなって。何言ってんだろう。マジで何言ってんの？この動画何、え？誰得？この動画マジで。すごい、え？でも出すけどね。でも出します。はい。でもとりあえず今日話したかったことはそれだけですね。はい。うん。はい。はい。
すまんな、この動画。見てくれてありがとうございましたね。最近毎日投稿やってるんですけれども、8月に毎日投稿はどうですか？楽しんでいただけてますか？皆様の生活の一部に慣れてますか？それでは皆さん、見てくれてありがとうございました。バイバー。最近ちゃんと頑張ってダイエット続けてます。8月終わるまでに目指せマイナス4キロ減。